こちらの句伝物は、一部不適切な表現がありますが、原文を尊重して読みますことをお断りいたします。エゾニ式故郷の家図第4回キサブロと娘は、その後も何度か会うようになります。キサブロは、もじもじしまして、私の名は、うん、 あのなんでいろいろ私は主人があるので訳があってやかましいのであの時も遅く帰りましてどういうわけで遅いと言われましたから実は通りがかりで娘子を助けてと申したら嘘だろうと申しそこにはいろいろなんですからあなたが礼になぞいらっしゃると主人方をしくじるようになりますから。 どうぞうちへいらっしってくだすっては困ります。それじゃあお名前とご本宅だけでも伺って。本宅も何も困りますな。本宅は谷中で何本宅へなんぞいらっしってくだすっては大ごとでありますから。じゃあどうかこれでお別れにいたします。こんにちは天満町の牢や家何。 婚意のところへ寄らなければなりませんから。ではございましょうが、たってお名前だけはお聞き申しませんでは、兄に叱られますから。おはる、そんなことをおっしゃらずに、まあ一つ召し上がれ、と、無理に手を取って杯をさす。仕方なしに杯を受けて、一杯飲んで帰ろうと思っても、なかなか返しませんで。 お宅が何でござりますなら兄がどこかでお目にかかりましてお兄さんにお目にかかりましてはかえって困ります私のようなものでもご恩は忘れませんからお礼をとほんの心ばかりのお礼をと言っておりますから私も新人ですからお会長へ時々参ります 日産もしますがまず一日おきぐらいにはきっと参りますがあさってまた参りますからあなたもお参りにいらしったらまたここでお目にかかりここへ来たことをお兄様にはないないにしてあなたがここで会ってくださればありがたいからひょっとこうここでお目にかかって表でお別れ申せばもうそれでよいので。 じゃあ兄が少し差し上げたいものがあると申しておりますが兄には申しませんで私とお春と参って少し差し上げたいものがありますからそれじゃあ私は急ぎますからと別れます時に娘は喜三郎の顔をつくづくと見ておりましたがもう十七にもなりますから 島村のお嬢さんがこの男を小屋物とも知らず思い染めたが悪縁でござります。あさってにあいなり結城紬の結構な反物に裏まで添えまして本献上博多の帯地仕立ててはありませんけれども取り寄せたばかりのを添えてこれをあなたのお羽織にお召し遊ばしてもらいたいと。 品数二十両を添えまして森田屋へ来て渡しましたが喜三郎は「私は奉公人の身の上こんな結構なものは着られませんからここへ預けておきます」という「そんなら私が内緒で縫っておきます」というこの親切にほだされまして小屋物の喜三郎は一つ目の森田屋へ再び参り 会いまましたががこれが二人の因果と愛なりますお若いうちはとかく慎むべきものでござりますがそこが思案のほかで小山の喜三郎は御用達のお嬢様と深い仲になりましたがそのころは小山物が素人と交わりをいたしますと体に白がつくと申して仲間の受けもよかったものでございますが この三郎は小屋頭の娘おたけと目合わせるつもりでありまして人品も一体男もようございましてその上再起が表へ出ませんで入和の太刀でありますから両親が亡くなりまして十助がこのようにかわいがりましてゆくゆくは娘と目合わせ後目相続をさせるつもりで なりも気をつけて良いなりにして出します。表へ出ましても、とんと小屋ものとは見えません。第5回へ続く。